ディアン・モーガン・デズ・モンドは、アメリカ合衆国、フロリダ州サラソタ郡サラソタ出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のコロラドロッキーズ所属。愛称は、チャロン。ジョシュ・レニキーとは、義兄弟である。2004年、MLB ドラフト3巡目で、モントリオールエクスポズから指名され、6月16日に、契約金43万ドルで契約。 2009年9月10日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー。2010年はオープン戦でクリスチャン・グーズマンとのポジション争いに勝利し、ナショナルズの声優劇手となったシーズンでは154試合に出場して打率269、10本類だ、17盗塁だった。しかし、守備では両リーグ最多の34失策を記録してしまった。2011年は 三振が増加し、前半戦は打率、223と低迷。後半戦は打率、289と復調したが、トータルでの打撃成績は、前年より下降した。2012年は、オールスターゲームに初選出された。全遊劇種で最多の25本塁打を放ち、シルバースラッガー賞を初受賞した。2013年は158試合に出場し、打率。 280.20本類が80打点を記録した。2014年1月17日にナショナルズと総額1750万ドルの2年契約に合意した。154試合に出場し、打率255、24本類が91打点、24盗塁を記録したが、リーグ3位の183三振を記した。 2015年は156試合に出場し、打率233、19本塁打、62打点に低迷したほか、リーグワースト2位の187三振を喫した。球団からのクオリファイングオファーを拒否し、11月2日に FA となった。テキサスレンジャーズ時代2016年2月29日に、テキサスレンジャーズと800万ドルの単年契約を結んだ。 この契約金額は、クオリファイングオファーの1580万ドルより安い金額であった。昨年までとは大きく違いレンジャーズはデズモンドを左翼手として起用する方針だったが、この年は、好調を維持し、オールスターゲームに選出された。後半戦はやや調子を落としたが、最終的には156試合に出場して打率、285、22本塁が、 86打点、21盗塁を記録した。2年ぶり自身4度目となる20本塁が20盗塁を達成した。守備面では当初と違って、主に中堅手として起用されたが、130試合で9失策、守備率、971だった。また、左翼手としては29試合で3失策、守備率、929だった。なお、 外野手としての合計12失策もアリーグワーストだった。オフの11月3日に FA となった。球団は1720万ドルのクオリファイングオファーを提示したが11月14日に拒否した。2016年12月13日にコロラドロッキーズと5年総額7000万ドルで契約を結んだ。2017年3月12日。 スプリングトレーニング中のシンシナティレッツとのオープン戦で左手人差し指に指球を受けて骨折。手術を受けることになり、開幕は故障者リストで迎えた。4月30日に復帰し、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で新天地デビューを果たした。2018年は自己最多の160試合に出場し、打率236、22本塁打、88打点。 20盗塁を記録した。2019年は、小中堅守である、チャーリー・ブラックモンのコンバートにより再び、中堅守として出場していたが、4失策とレンジャーズ時代同様に守備の荒さが、目立った。またデビッド・ダールやライメル・タピアの対等により、シーズン途中からは、左翼や代打として出場することが多くなった。140試合の出場で打率、255、20本塁が、 65打点だった。2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で SNS でシーズンの出場自体を表明した。2021年2月22日、前年に続き2021年シーズンも辞退すると表明した。ありがとうございます。